よしきは本当にどこに向かっているんだ、どこまでがその AI が作って音楽業界もドラマティックに変わる時が来てると思ってます。僕がその XJAPAN デビューした時というのはやはり、最後に何かまだ言いたいこととかあればお願いいたします。そうですね、まあ先ほども言いましたが、この僕が今音楽、そして、まあ映画、そしてファッションをやってるっていう、まあ自分の中では自然の流れであるっていうことが一つと、まあ多分まあ今このね、時代というか、ある種音楽業界も何て言うのかな、結構、ドラマティックに変わる時が来てると思ってます。ね、まあ今年の頭に、新聞のインタビューでその AI がこのエンターテインメント業界にどのように影響を与えるかみたいな話を、インタビューさせていただいたんですが、本当にこの、5年もかからないかな、もう数年で、まああんまりなんかそういった講義みたいなつもりはないんですけど、まあ興行っていうんですか、ライブエンターテインメントっていうのは、まだしばらく安泰だと思いますが、これだけ AI が氾濫してきて、その制作ですね、まあ、僕も作曲家でありますが、まあ、プロデュースとかその制作するところで、まあ、どこまでがその AI が作って、どこまでが僕ら名前の人が作ってっていう区別がつかなくなってきてる時期でもあって、まあ、音楽業界というのがこれから、かなり、大変な時期に入ると思っています。まあ、それは同じように映画業界でも、言えてるっていう、まあ、その肖像の問題だったり、音楽業界でも誰々の声が自由に使う、自由というか変えられる、映画もこの前ね、ハリウッドストライクしてましたが、そういった核兵器に入る、まあ、そして、まあ、ファッション業界ですね、ファッション業界も、まあ、これからいろいろ変わっていくと思うんですが、まあ、そのアーティストというのが、まあ、その何て言うのかな、まあ、多分アメリカでもそういう流れができていると思うんですが、その音楽だけでなく、そのライフスタイル自身、ライフスタイルをそのブランド化して、でファンの皆さんとになんかそういったなんで共有していくという、そういうスタイルに、今後業界自体も変わっていくんだろうと僕は思ってまして、まあね、今は YOSHIKI は本当にどこに向かっているんだっていう思われるかもしれませんが、まあ、3年後とかに、あ、こういうことを言ってたんだっていう、ような気がしますし、僕がその XJAPAN デビューした時というのはやはりその、ある種業界が変わってきてる時であって、ですね、まあ、当時はインディーズって言葉もなかった、まあ、インディーズというかその、やはり自主制作っていうところから始まったっていうところで、いろんな世の中が変わってきてる時にいたんですが、まあこれからそうやって、時代がかなりのスピードで変わっていくんだろうなっていう、まあその中で自分としても、まあ構想は長かったんですが、このタイミングで一気にデビューさせていただこうということで、そのメゾン YOSHIKI、パレスで立ち上げさせていただいて、今回ミアンでデビューさせていたという、ちょっと話がいろいろ飛びましたが、そういった中で、今回の、ファッションウィークへの参加決意したという、そして、今回それをやらせていただいて、今ここに、まあ、日本に、来させていただいて、ちょっと記者会見をやらせていただいているということです。はい、ありがとうございました。なんか未来の答え合わせが楽しみですね。